平尾合戦は南北朝時代の元中5年、嘉慶2年8月17日に行われた合戦。室町幕府第3代将軍、足利義満への奇襲を試みた南朝の楠木正勝を川内国平日において、北朝の山名氏清が迎え撃ち破った。同合戦での敗北により、南朝の滅亡は決定的となり、4年後の元中9年、明徳3年には、楠木氏の根拠地である千早城が陥落し、最終的に南北朝合一に至った。平尾合戦については、五太平記末期9、河内国平尾合戦のこと並び亀六の術次が詳しいため、本項は原則として同書に従うが、五太平記は軍記物であり、資料としては弱い点に注意する必要がある。中には、光和元年に、右近衛大将に任じられた、崋山の院長近を少々と記すなど、明らかな錯誤もある。しかし、元中7年、弘応2年3月7日の、二名政党売見及び、応永5年2月21日の、二億一売見に、本検問は、平尾合戦で失われた云々と記されていることから、少なくとも、この時期に、平尾で合戦があり、楠木氏が重要拠点だった同地を失うほどの大敗を喫したことは歴史的事実と考えられるの明徳の乱を指しているという説もある。南朝の名将、楠木正則の死後に、楠木氏の勢力は急速に衰え、わずか300余家を残す程度であった。北朝方の指揮官の山名氏清が攻勢に出れば、すぐに楠木一党を討ち取れたはずだが、氏清はかつて正則の奇策に苦しめられた経験から、楠木一門は劣勢を装って欺いているのだろうと過剰に警戒して手を出さなかった。五太平記はこの様子を三国志の死せる広明生ける中たちを走らすの故事で例えている。そこへ、元中5年、嘉慶2年、室町幕府第3代将軍、足利義満はしばらく平穏が続いたとして、8月2日に、京都を出立し、同月8日に、紀伊国の名将若浦玉、津島神社を参詣、遊覧した。義満がその帰路の途上にあり、同月18日に、京都到着予定であることを聞きつけた正勝は、これぞ、好機と奇襲を企てた。正勝はすぐさま、吉野の朝廷に戦議して、崋山の院長近が率いる、追加の軍勢約800を与えられ、子飼いの騎兵、約200騎と合わせて計約1000の軍勢を率いて、8月17日、進攻、川内国平日を通る経路で、泉方面へ向かおうとした。ところが、赤坂城に駐留していた氏清は、南朝方に患者を潜り込ませていて、正勝の動静を察知していた。氏清は、南朝方の4倍、近い約3500騎を動かして、同日午後、平尾に先回りし、陣を敷いた。大日本64章より、泉楠木正勝、大番錦へ、19世紀。平尾合戦で奮戦する、楠木正勝を描いた浮世絵。朝霧の間に山陰領の旗を見た正勝は、出鼻をくじかれ、魚鱗の陣形で北朝方に対峙し黙って、計略を巡らせたが、そこへ、歴戦の老兵である、仁江川三郎左衛門と、御師伊勢守が、すっと前に進み出て、楠木一門を鼓舞した。この勢いに乗り、正勝は、陣形を円月に変え、南朝最精鋭である楠木氏の騎兵200余騎を、率いて自ら陣頭で武器を振るい、さらに両側から、不評の野伏約500、大来一騎約300を自在に繰り出して、三名軍に矢を浴びせかけた。魚鱗から流れるように円月に転ずる正勝の、采配を見て、氏清はまるで太公望が八陣の秘術を操るように見事だと舌を巻いたが、数的優位にある自軍に対し、総立てで矢を防いでまずは、防御に徹し、敵が疲弊をした時を狙って、攻めよと命じた。敵の矢が突きかけたところで、氏清は左右の牙を前に出し、楠木軍の両翼の不評を攻撃した。氏清が冷静なのを見ると、正勝はさっと不評を引かせて、縦横無尽に、騎馬隊を動かして挑発するが、氏清はこれにも取り合わなかった。南朝方が動揺したところで、数で圧倒する氏清は、まず中軍の山口男女を率いる、騎兵300が出て鼓以外で威圧し、全軍を進め、さらに、山梨騎下の備前森貞平が矛を振るい一騎で、平一騎7人を倒すという武勇を見せたので、正勝の軍は散々に敗れて死産した。南朝方の死者数は200余りだったという。将軍義満は、山名氏清の冷静沈着な指揮の下で南朝の奇襲を防ぐことができ、無事17日中に、泉国久米田に到着し、氏清は義満から感情を賜った。本合戦で南朝との戦いに事実上の終止符を打った北朝は、この4年後の元19年、明徳3年に、楠氏の本拠地である、南江布洛の要塞千早城を落とし、南北朝統一を果たした。しかし、山名氏は、難敵楠氏を倒して北朝に武名を轟かせたのみならず、一族全体で11カ国の守護を兼ねて、日本全国のおよそ6分の1を支配するという、絶大な勢力を手にしたことで、かえって、足利将軍家から警戒された。そして、元中8年、明徳2年、義満の計計りごとによって、明徳の乱を起こした山名氏は幕府に鎮圧されて、氏清も戦死したため、その権勢は大きくそがれてしまった。敗者の楠木正勝について、五体平記は、痛烈に批判しており、劣勢の時は守りを固めるべきなのに、逆転を狙って奇策に走るあまり負けてしまったのは、愚かだとあざけっている。一方、19世紀の文筆家、武田高麗は、4倍の兵力差ながら、希望を持って氏清と渡り合った点を指摘し、結果として負けたとはいえ、正勝の治癒は、祖父、正成にも決して劣るものではなかったと弁護し、正勝を日本の名将64人の一人に数えている。ありがとうございます。